日本代表サムライジャパンが2023年の決勝でアメリカ相手に勝利し、見事に優勝しました。サムライジャパンのチーム、そして日本の皆さん、おめでとうございます。日本は準々決勝でイタリア相手に勝利し、準決勝に進みました。しかし準決勝の相手はアメリカにも勝った強いチーム、メキシコでした。その試合は実は僕も見ていました。最初からメキシコにリードされて、最後までもしかしたら日本が負けちゃうんじゃないかみたいなヒヤヒヤする時間も長く続きました。しかし最後に村上選手のサヨナラタイムリーヒットで見事にメキシコにも勝ちました。そして今日決勝が行われました。決勝でアメリカ相手に見事に勝利し、優勝しました。世界一になりました。実は1次ラウンドの時に僕の方でオリンピックと同じことが起きるんじゃないかということで、ちょっと予想動画を作っていました。日本は決勝まで進んで、そして決勝でアメリカ相手と戦って、で日本が優勝するという予想動画がまさか的中しました。こちらの予想動画を見てください。2、3年前まで僕は野球があんまり好きではありませんでした。テレビで野球の試合が流れてても、ニュースで野球のニュースがやってても、すぐにチャンネルを変えてしまうような人でした。その理由は野球が全く知らない、野球のことがあんまりわからない人からすると、野球の専門用語、そしてルールがたくさんあったからだと思います。例えば盗塁、ホームラン、犠牲フライ、センターフライ、デッドボールなど様々用語があります。野球があんまりわからなくても、誰かがボールを投げて、そしてそれを打って遠くまで運ぶというシーンを見ると、これはいいなと、気持ちいいだろうなと思っていました。野球に最も興味を惹かれた出来事、野球が面白いなと思うようになったきっかけは東京オリンピックでした。東京オリンピックの時に日本代表の監督が、日本はどうしても東京オリンピックで金メダルを取りたいみたいなニュースを流れていました。本当に決勝の試合で日本がアメリカに勝って金メダルを取ることができるのかどうかというのを、実際試合を見てみようということで試合を見ました。試合を見ると見事に日本はアメリカに勝って金メダルを取りました。まさに有言実行みたいな出来事が起こりました。そこから野球って面白い、もっとたくさんの試合を見てみたいと思うようになりました。パ・リーグ、セ・リーグの試合も見るようになりました。そこから少しずつ野球のことが分かるようになりました。少しずつ
野球のことが分かり始めた。少しずつ野球に興味を持ち始めた。今年は WBC が行われています。今年の WBC のチームはどこのチームも強くて、その中でも最もコンディションのいいチームとしては日本のチーム、侍ジャパンだと言われています。日本が初戦で中国に勝って、昨日も韓国に13対4で圧勝しました。このまま勝ち続けて決勝まで行って、決勝でまだどこの国と対戦するのか、戦うのかまだ分かりませんが、決勝で勝って優勝して世界一になるんじゃないかとみんな日本の野球のファン、侍ジャパンのファンが信じています。どこまで正しいのか、どこまで当たるか分かりませんが、僕の予想では東京オリンピックと同じようにアメリカ対日本が決勝まで進んで、決勝で日本とアメリカの試合、WBC でも見れるんじゃないかと思っています。アメリカもメジャーリーガーの選手たちがたくさんいて、めちゃくちゃ強いと言われています。そして日本のチーム、侍ジャパンも今年は最もコンディションがいい選手たちが多くて、最強のチームだとみんな言っています。もちろん二刀流ができる大谷選手をはじめ、ピッチャーのダルビッシュ選手やバッターの村上選手、そして牧選手、岡本選手、吉田選手、たくさんのいい選手がいます。日本チーム侍ジャパンは次の試合に勝って、また次の試合に勝って、準々決勝、準決勝、決勝まで進んで、今年は WBC で優勝することができるんじゃないかと僕も信じながら応援をしています。僕も今年の WBC の試合をたくさん見て応援して楽しみたいと思っています。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。もしこのチャンネルでこの動画を初めて見ている方は、ぜひチャンネル登録をしてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。